どうも、バンです。ラジコン飛行機1号機なんですけれども、エレベーターの調子がね、ちょっと悪くなってきたんですよ。設計にね、そもそもの問題があったようです。ちょっと説明いたします。はい、こちら1号機ですね。ちょっと、電源入れてみます。わかりますかね？上昇の時に動きが悪くないね。悪くないか。さっきはめっちゃ調子悪かったんですよね。やっぱりちょっとね、遅れてくるんですよ。ほら、グッとなってグッてなる。ほら、こんな急激な操作はあんましないでしょうけど、それでもね、やっぱり緩慢なんですよ。押しで動かしてるからなんですよね。とラダーは押し引き両方あるんですよ。でもエレベーターはですね、押しでやってるんですよね。で、引きはまあ調子いいですわ。で、これをね、なんとか改善できないかなというふうにね、思ってます。一つの方針としては、やっぱり引きも、加えるというところなんですけども、まあそもそものね、構造的に、このシンプルカブの場合、ちょっとそのね、上から引っ張るっていうのが、どうしてもこの辺に見えてしまうんでね、そのワイヤーとかが。まあ、そうするのがいいかなとは思ってるんですけどね。やっぱり実際操作してても、上昇がね、やっぱりね、レスポンス悪いんですよ。なんか気がついたらなんか突っ込んでね、機首から、ほぼ墜落に近いような着地になったりとかね、なってるんで、そもそもなんかグイなんてね、あんま操作したらダメなのかもしれないですけどね。でもほら、やっぱ押しでやってるとダメなんかな。ちょっとね、もう一回考えます。一旦カット。はい、一つね、アイデアが浮かびました。今ね、実際にこう、エレベーターが上昇に転じてる時のワイヤーの動きを見たんですよ。そうするとね、やっぱりどうしても中で若干ね、たわんでるんですよ。なので、ちょっとここ回復手術のようなことをして、で、ワイヤーがたわまないように、何らかのガイドパイプみたいなのを作ってみようかなと。ストローとかを使ってね。っていうふうに思います。まずはちょっとここを回復、お腹じゃない、背中開けて手術開始かなと言ったところですね。そうしましたら作業開始。方針が決まりました。ご覧の通り、ほら、これね、ほら、もうこんなだったら、ぐにゃってなってますでしょ。だから、ちょっとここね、手でガイドをしてやるだけで、ほら、めっちゃ機敏になりましたよね。つまり、ここに何らかのガイドがあればいいんですよ。なので、空中なんで、
また例によってデコパネで、下の方に、この下の方にですね、このプレートを作って、ほんで、その、そうやなぁ。サンドイッチしようか。こう、下からこう、ガイドフレームのようなプレートをつけて、で、ついたてをこう、上にこうやって、で、上から、またデコパネでこう、グルーガンで、蓋すると。一箇所でいいかな。一箇所でいいですよね。ここと、ここが支点なんで、ちょっとこの真ん中で、このあたりですね。このあたりにこうガイドフレームがあれば、ほら。で、調子悪い時っていうのは、この、押しがぐにゃって下の方にね、たわむという時ですね。で、もしかしたら横にたわむことももしかしたら今後あるかもしれないんで、それも考慮して、デコパネでちょっとこの辺、細工していってみようと思います。グルーガン温め始めます。はい、どうもです。見えてますでしょうかね。こんな感じで、今、仮で、摩擦で止まってるだけなんですけども、この横んちょから、ロングノズルのグルーガンでこうビーってやりますでしょ。で、こっちもこうやりますでしょ。で、厚さ、そうですね、3.5 ミリぐらいの、こういうようなものを作ってみました。で、これをまた、グルーガンこうやってペタッと乗せますでしょ。で、こっちもペタッと乗せますでしょ。で、グルーガン、こういう風にして、ペタ。これでどうだって感じですね。はい。うまくいくかな。しっかりとグルーガン温めて、確認していきたいと思います。一旦カット。はい、いいと思います。ちょっとね、動画撮れてなかった。すみません。結局こんな風になりました。グルーガンで、こんなね、トンネルのような部材を作って、で、両サイドからね、サンドイッチしてみます。こんな感じですね。ちょっと操作してみますね。はい、バッチリだと思います。最初ね、こんなね、ひどい設計でうまくいくかなって思ったんですけど、やっぱりダメで、結局こういうね、付け焼き刃のようなことがね、やらないとダメだということがね、わかりましたね。はい、ちょっとせっかくのね、この辺のグルーガンの接着のシーンが撮れてなかった。しまった。一旦カットとか言って。はい、というわけですね。あとは、背中の部分、閉じていきます。平服作業ですね。なんかもう、平服ちゃうわ。回復作業違うわ。なんかもうほんと手術 してるかのようなね、錯覚に落ちてきたりなんかして。手術なんかやったことありませんけどね。さて、でもこれどうやって閉じよう。ねえ、どうしましょうね。どうやって閉じよう。わかった。こういうものを、この下の方からこう、やっていって、で、何枚か、4箇所ほど作って、で、上からポン。で、OPP テープ。
で、またメンテナンスハッチのようにしてね。まあ、OTP テープなんでね、何遍でもやり直しは効きますんで。まあ、そんな感じで、もうちょっとグルーガンの作業が続きますね。手術完了ですね。平復作業もバッチリ、できたと思います。重量増加もそんなにないんじゃないかなと。ほぼっていうか、グルーガン少量と、このくらいのね、もうちょっと少ないかな。デコパネの切れ端でうまく、改造、修理することができたと思います。もう一回確認してみます。機敏でレスポンスの良いエレベーターに改良することができたと思います。本日の動画は以上です。ではでは。